おはようございます。ワドです。今日は2018年の11月の27日、13時45分です。おはようございます。よろしくお願いします。今から静岡に向かいたいと思います。よろしく。喉痛いな。喉ガラガラだわ。昨日怒鳴ったからだろうね。あとあれだ、ゴルフもやったから筋肉痛。ゴルフやったから筋肉痛。喉痛い。ちょっと11時ぐらいに起きようと思ってたけど遅かったね。はいはい、どうも、おはよう、かよほう。おはよう。昨日大声出してたからでしょ、5時間、6時間ぐらい。すげえ喉痛えよ。焼きティラミス買ってそのまま静岡向かいましょう。いやいや、昨日のことは昨日の枠見たらわかるじゃん。枠の説明をするほどなんか嫌なことってないんだけど、お前も配信者ならわかるだろ。いちいち何があったのか説明してたらキリねえよ。気になるんだったらタイムシフト見ればいいんだから。静岡の静岡だよ。ありがとう。花火ここもありがとう。サンキュー。ありがとう。ああ、どうもどうも。ご無沙汰してます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう、頂戴します。静岡のね、静岡。喉がやばい。高速バスだと間に合わないからもう新幹線乗っちゃうわ。病院の面会がね、夜の8時までなんだって。夜の8時、だからもう新幹線乗っちゃう。小田原？うん、間に合わない。寝坊すけだから、寝坊すけ。
はい、こんにちは。イカ娘バーガーありがとう。おはよう。おはよう。バス安いしね、楽なんだけど、もう急ぎなんでしょうがないですね。首痛え。お見舞いして何泊かすんの？なんか沼津じゃなくてなんだっけ、なんかほら温泉街あったじゃん、あそこら辺行ってみようかななんて思ってるけど、なんかこうせっかく来たから風景が綺麗なところ行きたいね。風景が綺麗なところね、え、いや、いい写真撮れるようなところいっぱいあるでしょ、多分ね。なんか洞窟とかさ、島とかさ、そういう系のものは撮りたいなとか思ってるけど、なんかね、静岡でね、車出してくれるリスナーさんいたらいいんだけどね。そしたら面白いなとか思ってるけど、うわ、鳩が、うわ、すげえな。鳩がぶつかってきたんだけど。人間を恐れてない。攻めだよ、攻め。
静岡の海いいんだ。うん、3時間いいね。なんか海がある、海が近くにある人ってやっぱ性格がおおらかだよね、うん、沖縄の人とかもおおらかじゃん。だからさ、でかい海見てるからさ、普段から人間がちっぽけなの知ってんだよ。鳥になりたいよ俺もう。鳥になりたい。もう人間やめたいもん。もう思考をやめて動物のように生きたいで。やっぱ俺環境がその人間の精神にもたらす影響ってあると思うよ。東京は人が住む場所じゃない。やっぱ少し自然がないとダメね。少し自然がないと、まあ、若い頃は憧れるんだろうけど、田舎の子たちは東京に。俺は買い物したり遊ぶにはいいと思うけど、人が根を下ろす場所じゃないと思うね。新宿からなんで新幹線出ないんだろう。だから新宿からどっか移動しないといけないんだよな。静岡行きはどっから乗ればいいんだろうな。だからバスで行きたいっていうのはあるんだよね。うん、たむたむいらっしゃい。新宿から、今新宿のアルタマ行って焼きティラミス買っていくからね。小田原に行くのか。今新宿のオスがアルタマ屋の方に行く。焼きティラミス買う。焼きティラミス、うん、どこに向かえばいいんだ。小田原かな。あれ、バッテリーが少ない。いいね、ありがとう。
ロマンスカー、小田原で、小田原に行きゃいいの。オッケー、小田原ってところに向かってみるわ。ちょっと待って、携帯が充電されてない。いや、板ババアからもらったバッグ超優秀なんだけど、これすげえ、でかすぎなくてコンパクトで、しかも三脚まで収納できるからめちゃくちゃ便利。なんかすげえいい、2万円するバッグだって言ってたね。だから瀬戸康史さんが使ってるバッグなんだって。めちゃくちゃ便利だよこのバッグ、すげえありがたい。いつも機材ガチャガチャに積んでバラバラになるけど、ポケットが多いと助かるね。アルタ前の地下ってすっげー分かりにくいよね。俺いまだに分からないもん。まあまあ普通の人よりは分かるけれども、これ都庁までつながってるからね、わけわかめだよね本当に。初めて来た時ビビったもん、どうなってんのこれとか思って、何がどうなってんのっていう。あ、そう、コラボしてもらった。そうだよ、気さくだよ、ダババめっちゃいい人だよ。板ババは長いよ。板ババは長い。ああ、じゃあ俺とほぼ同じぐらいなんだ。長いね。
アルタのどの辺に売ってるかな。今アルタ前に来たんだけどさ、どこら辺に売ってるんだろう焼きティラミス。誰か知ってる人いる？焼きティラミス。どこに売ってんだろう。焼きティラミス。どこだ。時間がない。もう2時だ。ああ、どこに寄ってんだ。焼きティラミス。焼きティラミスなんて売ってねえぞ。へしへし。ルミネ1、ルミネってどこだ。ルミネ1号店って書いてあるね。ルミネってどこだ。ルミネの C キューブ。ルミネ、ルミネの1号がどこか分かんねえな。ルミネ1号、どこだ。お前 C キューブ1号ってどこだ。わかんねえな。ルミネってでっかく書いといてほしいよね。看板が多すぎて、情報が多すぎてわかんない。ルミネの1号どこだろう。ルミネ、ルミネ1号って書いてないよ、どこにも。どこだ。ルミネイーストではないの。まあいいや、ルミネイーストの方に行ってみるか。ティラミス。
どこだ。今ルミネイーストにいるんだけど、ルミネ1号ってどこだろう。全然わかんねえな。地図とかないのかな。ルミネ、ルミネ、誰かルミネイーストにいるんだけど、ルミネ1ってどこかわかる。ルミネ1の地下2階って書いてある。ルミネ1って何。すいません、ルミネ1号ってどっちの方に行けばいいんでしょうか。入り口の方にあるんですけど、はい、ゾーンのところ階段があるので登っていただくと地上のこの辺に出るので、はい、このゾーンに右に回っていってもらって、はい、南口トイツリーとルミネ1が出てきます。あ、わかりました、ありがとうございます。ここ、ここ階段なんで登ってください。はい、あ、なるほどね。めちゃ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 失敗してんじゃん。全然違うな。バッサの前だ、バッサの前。タムタム、あの駅から病院近いの？駅から病院近いのかな。腹減ったな。
おはよう、おはよう。スタバなんかうまそうなの作ってんな、またここがルミネか。見つけた見つけた。え、フラッグって書いてあるぞ。ルミネじゃねえじゃん。は？え、ルミネってどこ？迷子なんだけど。え、どこ？ルミネって。え？ルミネがわかんねえ。ルミネ1の場所がわかんなくて困ってるわ。いや、間に合わねえぞこれ、静岡。え、新宿駅でルミネ1、どこだルミネって。いや、マジで迷子だな。どこだろう。なんで書いておかねえんだよ。どこだルミネ。すいません、ルミネ1ってどの辺に行けばあるんでしょうか。ルミネ1ですと、はい、エスカレーターか階段エレベーター上がっていただきまして、はい、そのまま直進すると右側 2,3 分ぐらいで見てまいります、はい、あ、ありがとうございます。うわ、超いい匂い。ワッフルうまそう。ここがルミネ。ここがルミネ1ついたわ。おしゃれだな、おい。タムタム、おっさんにあげるにはおしゃれすぎるだろ、これ。いや、めちゃめちゃなんか可愛い系なんだけど。ああ。いいすけ、こういうことか。あれ、地下どうやって行くんだ。あれ、
下ってどうやって行くんだ。今度地下の行き方が分かんねえな。いや、おっさんが食べるようなもんじゃないでしょ多分。だって女の子がいっぱいいてさ、なんかなんだ、なんかカラフルなクッキーとか売ってるぞ。カラフルなクッキーとか、なんかワッフルとか、なんかスコーンとか売ってるよ。スコーンとか、あったあった。これおっさん二人で見舞いで食うもんじゃないな。めっちゃ笑うよ。インスタ映えだね。そうだね。あれ、これ地下行けねえじゃん。地下2階ってどうやって行くの。解放、地下なんかないよ。は、地下なんかねえじゃん。え、びっくりしたんだけど、エレベーター待ってたら上に向いてんだけど。え、どういうこと、どういうこと。え、ルミネワン地下なんかねえじゃん。あー、もうイライラしてきた。あー、イライラする。何これ、ルミネワン地下なんかないよ。は、なんだっけ、 C ブロックだっけ、 C キューブか、 C キューブ。え、ルミネワンで合ってるよね。ルミネワンの C キューブは、ないんだけど。は、あー、イライラしてきた俺。は、ルミネ2じゃんここ。ふざけんなよマジで。ルミネ1どこだよ。はあ、イライラする。ルミネ1どこ。もう1とか2とか分かりづれんだよ俺。1聞いたんだよ。使えねえな観光案内のやつよ。ルミネ 2? え、1どこ、ルミネの。ちょ、マジで時間ない、あの、行けなくなるから、しっかりしてマジで。うわ、ルミネの1がねえんだけど。ルミネの1がねえんだけど。違う、俺は C キューブがあるのかないのかを聞いてんじゃないの。あるの分かってんだよ。 C キューブの場所が分かんねえっつってんだよ。え、どこだマジで。ないんだけど。は、ルミネないんだけど。マジで遅れるぞこれ。見舞いできなくなるぞ。は、ルミネなんかないじゃん。どこにあんの、ルミネ2しかないんだけど。は、ルミネ1ってどこにあんの。なんだこれマジでよ。いや、ルミネ1マジでないんだけど。いやいや、マジで間に合わないよこんなの。こんな40分も。いや、聞いてそこの通りに行って、ルミネ2の方に通されたの。いや、俺ルミネ1だっつってんのに。なんなんだよこれ、分かりづれえなマジで。いやいや、もうほんとめんどくさい。こういうところ大嫌いなんだよ。成田なんかジーパン買いたいんだけど、ジーパン屋どこですかっつったら、全員ジーズメイトって、全員同じ方向指さすから。あ、ジーパンはジーンズメイトで買えばいいよって、全員同じ方向指さす。あー、もうマジかよ。どこ、ルミネ。ルミネ1誰か知らないの。は、なんでないの。
館どこだ。4時開演です。だから開放め人の話聞けよバカが。バカすぎるわ。すいません、ルミネワンがこの辺にあるって聞いたんですけど、ちょっとこの進んだところですね。はい、今東南口なんでルミネワン、はい、もっとこの背中側をもっと進んだ先のところで、あ、ありがとうございます。お前さ、病気かお前、解放頭悪いのか。人の話はちゃんと聞けよ。ルミネワンの場所が分かんねえっつってんだよ。ルミネワンの地下に店があるなんて聞いてねえよ。日本語分かんねえのか、頭開いてんのかお前。どこ？あ、分かった、やっと分かった意味が。ユナイテッドアローズじゃんの地下だ。分かった分かった、なるほどね。最初からそう言えばいいじゃんね、ユナイテッドアローズの下だよって。うわ、時間超もったいね。来て5分で、5分どころか電車に乗って目の前だったのに。マジかよ、40分無駄にしたわ。ユナイテッドアローズの地下だったね。だからサブナードの方でしょ多分。これがアルミネワンって書いてある。あ、はい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 、要は改札のところだ、地下2階って。あ、分かった、いつも並んでて、のんちゃんといつも並んでるって言ったやつだ。分かった分かった、いや、いつも並んでる店があんの。え、間に合うかこれ。え、これ無理なんだけど、超行列できてんだけど。なんだっけ店の名前、なんだっけ。あー、こういうノリか。 C キューブあったあった。あ、焼きティラミスの、12個入りを1つ。はい、あ、ちょっと待ってください。はい、詰め合わせのやつで。そうですね、詰め合わせです。例えば同じ価格帯でこちらの19個入り2000円の
とかはティラミスも入ってますし、うん、あとは他のクッキー類も入ってます。なるほど、はい、あとはちょっとすごく中身も似てるんですけれども、うん、この正方形のタイプの、うん、でも税込み2160円というのが、うん、あの下段の真ん中の方にありまして、こちらも焼きティラミスが入ってまして、うん、まあ、こちらとの違いはドライフルーツをトッピングしたベリービッチが入った3種類のお詰め合わせ、うんうん、で14個入りというのもあります。14個入りどうしようかな。焼きティラミスが一番多いんです、やっぱりこの12個入りでございます。12個入り2箱でいろいろ入っているんですと、うん、このハッピースイーターソートですとか、うん、あの正方形の人をガサガサとあえてお入れしてる14個入りとかですね。なるほど、じゃあいいや、焼きティラミスの12個で。12個入りでありがとうございます、はい、お願いします。お伺いいたしますね。お会計は2160円でございます、はい、あと焼きティラミス、はい、これ1個別で、はい、ありがとうございます、はい。お会計がありまして、はい、2322円でございます、はい、こちらもご紹介いたします、はい、12月の29日までのお気持ちでございます、はい、こちら放送以外にリボンのシールなどもございますが、お付けいたしますか。あ、じゃあシールつけてください、はい、お渡し用の予備のお手下げはお付けいたしますか。あ、そこまでいいです、はい、バナも直接ご一緒させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、はい、1万と22円お預かりいたします、はい、少々お待ちくださいませ。はい、買ったよ。よし、あとは行くだけだ。それ1個単品で買ったから食ってみるか。シキューブ美味しいんだ。てか女の子ってなんで店の名前こんなに知ってんの。このさ、鹿のやつすげえ並んでんのはチャイティーか。で今度はどこに行くんだ俺は。で今度は何にしようします。小田急線だっけ。小田急に行けばいいの。はい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 、全然全然、たむたむタムタム用のお菓子を手に入れた。はい、でもありがとう、延長代ありがとうね。小田急に行けばいいんだよね俺は。合ってる、小田急に行けばいいんだよね。合ってんのかな。俺も食ってみたいけどね。小田急線これだよね。で小田急に行く、小田原に行くんだっけ、小田急線で。で小田原から、うん、うなぎパイのお返しができる。うなぎパイのお返しがこのミースケプレゼンツ C キューブの焼きティラミス、そう、うなぎパイとこの焼きティラミスの名前のギャップいいでしょ。俺は静岡からのりこに、今度はあのうなぎパイをのりこに届けるから、和道運送だから、和道運送。御殿場、箱根、小田原、小田原に行けばいいんだよね、たむたむ。小田原だよね。小田原ってどこだ、遠いな。小田原で新幹線乗り換えられんの。乗るよ、じゃあ小田原。
小田原に行くには合ってるんだよね。快速特急と急行どっちがいいんだろう。快速特急と急行ってどっちが早いんだこれ。快速特急急行変わんねえな。4番行くわ。で小田原に行くと、で小田原から新幹線が出てんの。小田原から新幹線、急行小田原、これか。すみません、快速と急行どっちが早いんですか。どちらにいらっしゃいますか。小田原の方に。小田原駅までいらっしゃいます。では快速に。 ありがとうございます。急行唐手田駅の乗車位置が先発に変わります。混んでんな。混んでんな。混んでるのやだから急行でいいや。混んでるから急行で行くわ。混んでんの嫌いだから。ああめんどくせえ。急行で大丈夫だよね別に。急行、急行でも十分早いでしょ。この列車は14時43分急行です。じゃあここで放送終わりにします。お疲れ様です。